調子どこかでうつむくならまたそこまですぐ行くからお決まりのメッセージを掛けるまで過去のテーブルで来た晴れるまで昔の前がそうしてくれた夜に行くのもそれで取り戻した正気いつでも一番の相談の相手隠すことは何もないせんなと思うよ満ち溢れるこの新たなスタートにもちろん今まで君を見た中で今日が一番かっこいいそうなの少し照れくさいけど心の底から言うおめでとう神よいるならばお願いこの二人に最高の祝福を届けよう